1998年長野オリンピック。1998年長野オリンピック。1998年長野オリンピックは、1998年、平成10年2月7日から2月22日まで、日本の長野県長野市を中心とする地域を、会場として開催された20世紀最後の冬季、オンピックである。冬季オリンピックの歴代開催地の中では、 長野は最も南に位置する井戸の地域だった。72の国、地域から、選手、役員4638人が参加し、延べ144万2700人の観客が会場に集った。長野オリンピックの競技会場は、長野市、白馬村、山内町、軽井沢町、野沢温泉村に配置され、このうち人口が最も多く県庁所在地である。 長野市が主催都市ホストシティだった。そのため、1994年リレハンメルオリンピック及び長野オリンピックの閉会式では、いずれも次回開催地への引き継ぎセレモニーで、当時の長野市長だった塚田タスクが出席した。1985年2月28日に、品の毎日新聞は長野県への冬季オリンピック招致キャンペーンを開始した。 同年3月25日に長野県議会はオリンピック招致決議を行った。その後は長野県内の全市町村も招致決議を行った。1988年6月1日に行われた日本オリンピック委員会 JOC の1998年冬季オリンピックの開催国内候補地選定投票で森岡山形 朝日川を破り選定された。長野オリンピックの開催は1991年6月15日にイギリスのバーミンガムで開かれた第97回国際オリンピック委員会総会で決定された。2回目は最低得票がソルトレークとアオスタの2都市になったために落選都市決定戦という形で行われた。日本での冬季五輪の開催は1972年。 札幌オリンピック以来26年ぶり2度目だった1940年も札幌で予定されていたが中止となっている。冬季の場合は夏季と異なり非開催は大会の開示番号がつかないため公式にも日本で2回目の冬季五輪開催となる。長野オリンピックの開会式は秋人天皇、道子皇后輪席の下、2月7日午前11時から 長野オリンピックスタジアムで行われた。当初は夜間の開催だったが、アメリカの放映権を持つ CBS の要請により、昼間に変更を。同時に開催時間を2時間以内に設定していた。総合演出、総合プロデューサーは、劇団四季のアサリケイタが担当。シニアプロデューサーが、萩本彦、音楽アドバイザーが、小沢誠二、イメージ監督が、荒井光映像監督が、 本の務む、総合司会が、磯村久典と、道、天愛子。善光寺の鐘の音を合図にスタートした。お柱祭りの剣お柱、大相撲幕内力士の土俵入り、横綱の明物の,の土俵入りが行われ、歌手の森山良子と、子供たちにより、テーマソング、明日こそ、子供たちが、ウェンチルドレンルール T ワールドが披露された。選手入場は、オリンピック検証にのっとり、 ギリシャを先頭に、アルファベット順に行われた。入場の最後の日本選手団は、県民家でもある、シナノの国に合わせて入場した。大会組織委員会会長、斉藤栄志郎及び国際オリンピック委員会、IOC 会長のフアン・アントニオ様ランチが挨拶し、天皇が開会を宣言して、夕朝常時作曲の、冬の光のファンファーレが奏された。伊賀谷千春。 笠谷幸男、チ野コ二、北沢義博、長久保初恵、大高優子、橋本聖子、山本博美の元冬季オリンピック日本代表選手8人がオリンピック旗を持って入場し、長野市児童合唱団の合唱でオリンピック参加が演奏され、オリンピック旗が掲揚された。画学による国家演奏の後、クリスムーンと子供たちが成果を持って入場した。 1997年世界陸上選手権1万メートル同メダリスト、千葉雅子から1992年、アルベールビルオリンピック、1994年、リレハンメルオリンピックノルディック複合団体の、金メダリスト、河野隆則、安倍正史、三方玲一の3人へ、そして1997年世界陸上選手権、女子マラソン金メダリスト、鈴木博美に引き継ぎ、 ジャコモプッチーニ作曲のオペラ、蝶々夫人の中のある晴れた日にが演され、1992年、アルベールビル五輪女子フィギュアスケート銀メダリストの伊藤、緑によって成果が点火された。オリンピック先生は、アルベールビルリレハンメル、両一はノレディック複合団体の金メダリスト、小木原健二、フィギュアスケート審判、平松淳子によって行われ、審判先生終了直後、 子供たちのメッセージカードが入った、羽ばたいているように見える3種類の鳩の形の紙風船が1998個空に放たれた。開会式のクライマックスは、長野県県民文化会館でのオーケストラと、ソリストに開会式会場と、世界五大陸、北京、ベルリン、ケープタウン、ニューヨークシドニーの合唱団が加わった、衛星同時次による、 ベートーベン作曲の公共曲第9番、合唱付き第4楽章の演奏、合唱であった。式は小沢誠二が行い、この合唱は会場の観客や選手を含む全員が参加し、行われるというオリンピック始発の試みであった。さらに演奏終了に合わせ航空自衛隊のブルーインパルスが会場上空で展示飛行を行った。屋外競技は全体的に 悪天候に悩まされた大会であった。アルペンスキーは競技日程が変更され、スキージャンプ団体戦は競技が一時中断された。男子格好が行われる予定だった大会二日目から悪天候が続き、競技日程が変更され、大会10日目の16日には男子スーパー大回転、女子格好女子複合格好の3レースが同日実施された。 5日遅れで開催された男子格好では出場45人中15人が失格、途中棄権となり、うち14人がコース上の同じポイントで失敗をした1998年長野オリンピックの格好競技場設営問題も参照。なお、このシーズンのワールドカップ総合1位のヘルマン・マイヤーも格好でこの地点で転倒したが、 スーパー大回転及び大回転で優勝した。滋賀高原会場は、東、立山、焼き火山にコースを抱えていたため、2コース同時に競技が行われても進行することができるようスタッフの人的リソース、機材等手配がされた。当初は2コース分のスタッフを揃えることに経費面、等の理由により、不要論もあったが、確実な競技運営を主張した全日本。 長野県スキー連盟の意向、この時期の天候は読めないという志賀高原元スタッフの意見が反映され、フル手配となった。結果的にスピード系競技、白馬会場の連日にわたる大幅なスケジュール変更や多量の降雪による影響をも柔軟に対応することが可能であまたコース整備は陸上自衛隊が協力し、降雪によりコースが埋没した際の排雪もいった。 日本勢が金2個、ラージヒル個人、船木和義、ラージヒル団体、日本代表、銀1個、ノーマルヒル個人、船木、銅1個、ラージヒル個人、原田雅彦を獲得した。団体戦の日本代表は、当期五輪三連覇はならなかったものの5位に入賞した。また個人戦で、小木原健二が4位、小木原継春が6位に入賞した。 クロスカントリースキー男子1 5キロメートルクラシカルでは、ケニアから出場し、再会ながらも完走したフィリップ・ボイトを優勝したノルウェーのビョルンダーリが、ゴール地点で出迎えた一幕があった。大回転とハーフパイプの2種目がこの大会から、正式種目として採用された。最初のレースとなった男子大回転で、カナダのロス・レバグリアティがオリンピックチャンピオンになった。 しかしレバグリアティは、競技終了後、ドーピング検査で、マリファナの陽性反応が出たために一旦は、メダル剥奪が決定されたが、スポーツ仲裁裁判所 CAS の裁定により処分は取り消された。プレシーズンにスラップスケートが登場し、多くの選手がスケート靴を変えての大会となった。スラップスケートが特に威力を発揮すると言われた、長距離では、 m ウェーブの高速リンクと相まって世界新記録が連発した。大会二日目に行われた男子5000メートルではメダリスト3選手全員が従来の世界記録を上回った。日本勢では清水博康が男子500メートルで金メダル、男子1000メートルで銅メダルを獲得した。また女子500メートルでも岡崎智美が銅メダルを獲得した。 多様なジャンプとスピンを武器に14歳で全米選手権を制した15歳のタラ・リピンスキーと柔らかく表現力豊かな演技をする17歳のミシェル・クワンが金メダルを争い、リピンスキーは当時15歳8ヶ月で金メダルを獲得した。なお、リピンスキーはソニア・ヘニー、ノルウェイの持つ最年少金メダル記録15歳10ヶ月を更新した。その後、 オリンピックのフィギュアスケートでは年齢制限が設けられたため、この記録の更新は難しくなった。この大会からプロ選手の参加が認められ、ナショナルホッケーリーグ、NHL は2週間中断した。NHL の選手を多く所属した6カ国は2次リーグからのシード参加となった。その中でもスター選手揃いのアメリカとカナダが注目されたが、ドミニクハシェックを中心とした。 堅い守備を持ったチェコがロシアとの決勝戦を制して金メダルを獲得した。モーグル女子で佐藤や耐が冬季オリンピックで日本女子選手初となる金メダルを獲得した。正式競技としては1924年シャモニー、モンブランオリンピック以来74年ぶり2度目の実施となった。公開競技として行われた大会を含めると1992年の アルベールビルオリンピック以来に大会部の実施であった。なお、観客に内容がわかるように無料で、ラジオ受信機が配られ、場内で解説が聞けるように工夫された。閉会式は2月22日午後6時から、長野オリンピックスタジアムで開催され、天皇、皇后両陛下が臨席した。各国の選手が入場し、長野県の祭りが一堂に集結した。その後、 近代オリンピック発祥の地ギリシ今大会の開催国である日本、次回2002大会の開催国アメリカの参加国の国歌が演奏され、オリンピック旗が塚田長野市長からソルトレークシティ市長に引き継がれた後、ソルトレークシティ組織委員会によるデモンストレーションが行われた。大会組織委員会副会長の吉村五郎と IOC のサマランチ会長のスピーチが行われ、 最後はサマランチによって、ありがと長ながの、さよなら日本と、日本語で締めくくられた。その後、大会ファンファーレが、陸上自衛隊中央音楽隊によって演奏された。あと、オリンピック期の功能とともに、オリンピック参加が演奏、合唱された。聖火のおさめ日びの後、アンリと子供たちが会場と全員で、ふるさとを合唱を行い、司会を務めたタレントの萩本欽一が、 私たちのふるさとはと問いかけると会場は地球。と叫んだ。フィナーレでは花火五千発が打ち上げられ上がるた、おしゃまんべたろうこと、角松俊樹率いる覆面バンドが登場し、WA になって驚う入れ合い絵を演奏した。なお、生中継を行った、日本テレビの視聴率は30.8%を記録した。 1991年に長野オリンピック開催が決定したことにより、北陸新幹線が現存する在来線、新越本線、荒しなの鉄道線区間を活用して運行するミニ新幹線規格から軽井沢駅長野駅で新たに専用路線を建設するフル規格に変更された。もともと北陸新幹線は、 長野オリンピックの計画が浮上する前から建設が予定されていたが、1989年頃は、フル企画での建設が決まっていた部分の高崎駅、軽井沢駅のみが建設されていた。軽井沢長野がフル企画になったことで、在来線とは若干違うルートで建設されることになったため、反対意見もあった。中でも有名なのが、小室市と作久市の関係である。 ミニ新幹線計画時には、小室市を通る新越本線が新幹線に転用される予定だったが、計画変更により、新越本線が通らない、佐久市をフル規格の新幹線が経由することになったため、両方の市で論争が起きた。詳細については、小室駅、佐久平駅を参照のこと。その他の影響として、1994年、スキースノーボード会場となる、 滋賀高原への人員輸送に伴う列車増発対応のため、長野電鉄加藤線、現長野線北須坂駅と遠徳駅が交換駅か。また1997年、千島村井の最寄り駅として、新越本線上に今井駅が新設された。当時現駅で運行されていた200系新幹線は、本来北陸新幹線区間を走行することはないが、オリンピック期間中のみ、 列車増発のため、乗り入れに対応した編成が運転された。また、記念切手も発行された。競技内容はもちろん、オリンピックの精神や理念を学習する、教材資料として1996年3月に、長野県教育委員会が制作、発行し、長野県内すべての小中学校全校生徒に配布された。5おさむき